それでは、翔平さん3番手です。よろしくお願いします。翔平と申します。よろしくお願いいたします。ね、今まで2人組がね、2組に続きましたけど、ちょっと1人で寂しく、夫婦です。いや、そんなことない。兄弟でもありません。1人です。
面白い野手もたくさんありました。ほんでなんか名物みたいにね、なってました。ピッチャーもね、ちょっと打たれたらボケーッスーとかね、その声がまともに聞こえるんですよね。んでおばちゃんなんかね、もうこんな試合見てられへんわ、私帰るわー言うたらね、スタンドからね、同じようにおっちゃんがね、ほな俺も帰るわ言うてるようにね、ですごくこうコミュニケーションがね、取れた面白い球場でしたね。大体僕曲を作って、オリジナルを発表させていただいてるんですが、次の歌はね、遠距離恋愛の歌で、昔はね、携帯もないし、メールもないし、そういう連絡の仕様がね、とか離れてたらね、ないですよね。だから、昔はもう固定電話ですかね、家に、彼女の家に電話かけて、でもしやね、両親が出たらどうしようと、ましてやお父さんなんか出たらどうしようかなという、ドキドキしながらね、かけてた覚えがあるんですけど、そういう思いを。だからまあ遠くね、離れるほどね、心に近づくんじゃないかなという気持ちで作りました。例えばという歌です。
題名が例えばなんですけど、歌詞全然例えばということが出てきます。なんででしょうね。これまあメロディーが、ね、先にできて、で後で詞につけて、でその時にも曲も決めてたんですね、題名ね。まあ仕方がないですね。ね、最近あのなんかいろんなね、訃報とかそういうのね、テレビでも見てます。斉藤秀樹さんがね、本当にね、本当歌うまかったですね、あの人は。今思えば僕らもね、中学ぐらいの時かな、大活躍しててね。で、秀樹さんですから、秀樹さんの歌は歌えないですよ。先ほど来ますけど。嫁さんがね、嫁さんとユニットも組んでるんですけど、一生日というね、ユニットを組んでますけど、そのあれがね、いっちゃんが、西城秀樹見に行ったんですって、ライブ。ね、すごく良かったって言ってましたけど、まあ、それ貴重なね、あれです、大阪球場で何かやった映像ね、見に行って。あ、行ったんですか？ファンだったんですか？いっちゃんもいた。それでは次はちょっと夏の歌を歌いたいと思います。夏言うてもね、夏の歌が何曲かあるんですけども、それね、僕の作った方の歌は、作詞作曲したのはなんか湘南のイメージしてね、作ったんですけど、湘南じゃないみたいなんで、友達が詩書いてくれて、それは湘南と入ってますんで、きっちり入ってますんで、ちょっと聞いてください。湘南メモリ
こんだけ地名出たら、そうなんですよね。錦の浜には聞こえへんかったね。よし、勝った。最近小学校ではなんかあだ名で読んだらあかんとかそういうなんかがあるんですかね。なんかちょっとちらっとラジオで聞いたんですけど、で名前でまあさん付けで、それもさん付けで呼び込まなあかんというそうなのを見て、昔はね小学校の時あだ名でねみんな呼び合ってて、僕ひらかんっていうのでひらたんとかね、そういうのをやってて、でまあそういう名前であだ名で呼んだとすごく相性があってね、いいなと思うんですけど、まあそういうのをねさん付けにしたら喧嘩が少なくなったとかね、そういうのも言うてますけどね、まあそういうのあるのかなと思って、で次の歌は、ジャックというあだ名がついてる人の歌なんですけどね、まあ正直に生きてる人間が頑張ってね、バカを見るようなね世の中になってほしくないなと思うのを込めて、その名前はじゃyou
ず寂しがり屋のちゃん フォークソンググラブにね、先ほどの出た黒部とね、一緒になってやってたんですけど、まあその時がね、一番なんか、こう、楽しいし、朝からね、ギターケースをね、自転車の上に担いで囲めて、お腹にね、持って帰るという。で、その時見たかね、見た夕日とかね、そういうのがすごく印象に残ってて、あの頃が一番、僕らにとって今のもね、ちょっと落ち込んだ時にその子のことを思えばね、元気になれるという気持ちがして、おります、その時のことを書いた歌を最後に歌いたいと思います、ちょっと準備がでもって数場所まだ困っちゃってつながらこないな前で前でなんか先ほど還暦で研修旅行を行ってたけど、あれ串本ですよね、串本さん。串本。何残ってるかと。では最後に答えます、それぞれのお答えです、初演でした次は田中さんです一回バンドミリーのライブをしましたね、はい、だいぶお久しぶりです今日は楽しみにしています、初演でした、ありがとうございました
翔平でした。ありがとうございました。